こんにちは、田村です。今日は山白玉大豆、なんと7月の、18に巻いたもの、の生育をね見ていきたいと思います。お願いします。はい、というわけでこちらがですね、7月に種まくの初めてなんですけど、7月の18に巻いたもの、花芽がこうやってね徐々にこうついてきてますけど、はい、で脇芽もこうやってついてきてますね。 1,2,3,4,5,6,7 7容器ぐらい、8容器出てくるので、そろそろ開花して、あ、開花してますね。開花始まりましたね。こうやってね、これうん、はい、というわけで、もう開花どんどんしてますね。間に合うか、収穫に間に合ってくれるか、刈り取りに間に合うのか。はい、その前に、開花前にうねまの草刈りしたかったけど、これなぜこんなことしてるかと言いますと、年々暑さが増してきてますので、大豆の開花ってこうね、早生、中手、奥手ってあるので、これ中手品種ですので、日がね短くなる頃合いに開花が始まるんですが、そういう短日植物でも7月に巻くと、刈り取りはどうなるっていくのかっていうのをね、今ちょっと試験で栽培してます。5月の中旬下旬から巻いて、で6月の頭、中旬、ここら辺までは摘心が必要な感じになってます。6月の下旬以降は摘心作業、しなくとも青立ちは発生しなかったので、はい、面積がねこう増えてきた時に、どこら辺まで心の余裕を持ってたらいいのかなというので、まあ7月中旬まで巻けるから、例えば梅雨が長かった時でも、そこまでに畑を準備しておけば、種まけるからね、心の安心にもつながりますので、まあこれがたとえ失敗したとしても、7月もう18したらもうほぼ下旬ですね。下旬だとやっぱりこうね、さやつきが良くないよとか、なんかそういうのが分かるただけでも、次のね翌年の栽培にもつながっていくんだと思いますので、はい、山白玉大豆美味しいのでね、生産者さんもちょっとずつ増えてるような感じですので、いい畑ばかりじゃないんですよね。新規収納される方ってね、水がね生えてきたりですとか、条件悪い畑ですとか、ちょっと遠くの畑ですとかね、いろんなところに点在してる中で、農業経営していかなきゃいけないので、はい、作業の段取りもね早々計画通り行くわけないんですよね。なので盛岡の栽培歴じゃないですけどもね、そういったところはしっかり抑えておきたいなっていうところで、大豆に関しては5月の、中旬下旬、6月の上旬、6月の中旬まで、この1ヶ月間は摘心は必要になってくる。6月の下旬から7月の上旬中旬は摘心はなくとも、こういうような草丈、低い草丈を保っているので、逆にこう摘心するとね、さやつき良くなかったりしましたから、去年はね、はい、7月の上旬にやったものに関しては、はい、でこれが7月の18のほぼ下旬なので、これも摘心なしで、ここからねどういうふうなさやつきになってくるのか、あとは今後の気温気象条件にこの栽培方法がどういうふうに、ね、影響してくるのかっていうのを、また記録に取っていければなと思います。というわけで、7月の18に種まきした山白玉大豆は35日とか40日あたりにこうやってね開花してくるような感じになってます。はい、ここからね脇芽の展開をしつつ、開花したものからさやがねついてくるというふうな感じです。ここから着氷率がどんぐらいだとかね、いろいろ見ていこうと思います。はい、というわけで引き続きこの実験をね追っていきたいと思いますので、はい、ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、というわけで7月18巻きの山白玉大豆の畑からでした。はい、以上となります。というわけで申し訳ないんですが、今ちょっとまだ先側枝が今咲いてるような状態ですけども、いつも
のご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。